どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。クレイジートロールレベル、狂ったトロールコースということですね。で、説明文にキノキノモかっこトロール遊ばないって書いてるんですよ。いや、これどういう意味なんだろうね。キノキノって何？キノピオとかキノピコのことなんかな。まあいいか、それよりも狂ったトロールコースということなんですけど、狂いので言えば僕は負ける気がしないね。なんせこっちは前回の動画でパンツが破れたぐらい狂ってたんだからだ。大惨事でしたよ。まあ今もそれ履いてますけど、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 そういや今ね、マジで笑うのがきついんだよね。というのも腹筋をしまくって腹筋が筋肉痛になってます。あー痛い、マジで痛いんだよね。だから今日のコースは笑う仕掛けなんてやめてくれよな。開幕5速球。やばい、今日のコースはさらに腹筋が鍛えられるかもしんない。いや、笑わんかったらいいだけなんだけど、そう思うとなぜか笑いが込み上げてきちゃうみたいな。先生から怒られてる時に隣の人が平行いたみたいな。いや、マジであったんだよねそれ。めっちゃシリアスな時にブーって振っちゃってさ、でその人僕の方見てくんので、目合うじゃん、もう笑うよね。一緒やじゃん。だからこれを見てる男性の諸君、誰かを笑わしたい時はめちゃめちゃシリアスな時におならをしてください。そしたら絶対に誰か笑ってくれます。おい、これ左行けねえぞ。こんなところにバッグを持ってくんだって。ここ乗れるしよ。じゃあここら辺メットかぶっちゃっていいのかな。メットかぶって上のハテナは叩きそうにない。あ、この音をしろっていう感じかな。あ、それであったらね、さあ下に行きすぎ。いいねいいね、バグみたいなド派手な仕掛けがあったり、こういうシンプルな罠があったり、抑揚があっていいですね。花ちゃん邪魔するな。絶対そこ行ったらダメなやつだろ。上にやらなくちゃいけないやつだろそれ。いや、右上にヨシコいるじゃん。あのヨシコに一旦乗って。乗せんかヨシコ。でももう僕は覚えたよ、ヨッシーとバーが重なってたら乗れないっていうことかな。じゃあここは鍵ドアに入っていけっていう感じかな。いや、ちょっと待て。俺を舐めるな。踊れ。なんか上なんか書いてるのか。トロールに詳しくなってしまったばっかりにこんな罠に引っかかっちまいました。はい、どうもこんにちは。 It's so crazy! I am もっとクレイジー。 I am もっとクレイジーってなんだよ。いや、言いたいことはわかるよな。でも日本語か英語かちゃんと使えよ。あー、もう上を審判って書いてたじゃん。バイ、どうもさよなら。このコースはね、矢印を信用しない方がいいコースっていうのは分かった。ならば上を審判も何もしない。わっちゃん、そういやね、コメントで情けない声が好きですっていうコメントをいただいたんですよ。ならずっと情けない声で実況して、いやいや、今のなし。情けない声で実況ってむずいよな。ここでさえ捕まえようか。でこだじゃん。いやいや、ただキモいだけだって。お化け屋敷にいる感覚でやってったらいいのかもしんないね。ああ、誰も来んだよ。絶対誰も来んだよ。ごめん、道を開けてくれ。早くジャンプしていいのか、大丈夫か、ここから行けばいいのか。よしよしよし、もう誰も来んだよ。こっちこっちやったんか。全然届いてないんだよ。右にジャンプでダメなら左を進化してみようか。それで大ジャンプいけるか。よしよしよし。で、あのパワーブロックに乗っていけっていう感じなんじゃない。そうだよな。え、これどうすんの。トス当たりませんみたいな。いや、当たるんかい。ならばどうにかしてあのパワーブロックを持っていかなくちゃいけない。ということはこの針のところに地面があるとしか考えられないんだよな。あ、やっぱりね。で、途中から絶対なくなるんだよ。ここからジャンプしていこうか。で、ドスを倒しのとか。よーし、中間がないよ。まだなの、この軍曹。なんでどっち入ったの。バカか俺は。いや、まだやり直し。キッカー。なんだお前。あれ、さっき土管に戻ったつもりなかったんだけどな。ここさ、もしかして土管の方に連れて行かれるとか。そんな、あ、やっぱ違うか。ただのボミスだよ。え、これ持っちゃっていいのかな。え、めちゃめちゃ熱いんじゃない。よしよしよし。で、このまままままままもうね、日常茶飯事だからあまり言わないんですけど、バグりすぎてんのよマジでこのコース。まず今のファイヤーフラワー下に出てくるってどういうことよ。そしてこのブロックもすり抜けたんだよね。大丈夫か、このまま進んじゃっていい。つた何もすんなよ。ここもすり抜けるかもしんね。
で、このクッパクラに乗りの、こっからどうするかよ。左のオンオフをする以外にない。一旦右行ってみようか。特に何もない。じゃあオンオフをしたら、怖え。潰される未来しか見えねえ。クッパクラ、一緒行こうか。助けてよ。絶対助けてよ。助けてよ。結局ダメだっけ。めちゃめちゃ下でオンオフしてみようか。クッパクラが下の状態で。これだったら乗れるのか。さっきはこうすればよかっただけなんで。さあ、今度こそ中間。あった中間。いよっ。え、これピンクコインコース。うわ、マジかよ。こっから4枚も集めなきゃいけないの。聞いてねえって。なんだそれ。いや、まあまあ選択肢が1個消えたから嬉しいね。だからどっかに2つ入ってるんだよ。とりあえず土管から攻めようか。赤い土管入っていきます。ふざけるな。もういいって。じゃあ土管全部違うんだろ。もうわかんだよ。じゃあドアの方行こうか。2枚2枚で入る。もう悔しい。いい加減にしなさいよ、選択肢。じゃあこのドア入っても左に出るだけ。だから青の土管が正解ということですね。5分の4外したってか。どんだけ運が悪いんだよ。この上はヒットじゃねえんだよ。伊藤をバカにするのも大概にせんか。こんなん最初から上に行く人なんているわけねえじゃんか。鍵が手に入った。これは1本取られましたね。いや、全部引っかかった僕の方が上手だと言っていいのか。なわけねえだろ。調子乗んなよ。この中なんか入ってんじゃない。遠くに何も。よしかー。いや、これ乗れる。でやで。もうね、この場所だけで気になるところが3つもあんのよ。下の土管、上の土管、そしてボム兵が開けてくれる土管のところ。まあ行けるところから行ってみようか。まずこっち。よしかー。永久走行機関車だね。じゃあよしこ、ちょっと待ってて。一旦上に行こうか。うわ、なんかパワーブロック出てきてなかった。あれが正解か。またここか。バネを食べたらパワーブロックが出てきたの見えたから、一旦あのバネ食べてみようか。ちょ、なんでそうなんだよ。何に当たったんだよ今。よしこ、そのせめてさ、口の中に含んでるもん出してくれよ。そのバネがあったらなんとなくいけそうな気するからさ。まあいいや、一旦このハテナ叩いてみる。いらねえんだよ。じゃあこの土管入ってってみようか。土管に入れませんね。バネを食べてすぐ上にジャンプしてみようか。これで大丈夫かな。あのパワーブロックがいるかいらないかわかんないんだよな。一旦こいつを吐き出して爆破してよ。よしよしよし、これで爆破する。で、あのパウを持っていこうか。もう一回当たったりしないよな。オーケーオーケー、いい子だパウちゃん。多分このパウいると思いますよ。うわ、どうしよう。ここで投げるのか、それとも、いや、叩こうか。叩く。パウいらないの。うわ、どうしよう、ここで吐き出す。まあいらないと思う。あ、なんじゃ、壊れるやつか。壊れないやつだと思いましたよ。わーい。もうすべて読めた。ここでパワーブロックを発動する必要がないということがね。つららを壊すでしょ。で、この下のブラックパップンパンパン。ブラックパックンって言いにくいな。ブラックパックンがボム兵をチャンカさせてくれると思ったけど、バブルが降ってくるということでしたね。さあ、セガラ、お前は何をしてくんだよ。一旦倒しておこうか。セガラ、何をする。セガラよ、君は普通に落ちてくれるのか。変化球とか来ないよな。やめろよ、変化球とか。やめろよ、やめてください。やめてくださいって言ってやめてくれたの、これ初めてじゃない。うわ、左の音符気になる。上の土管も気になるしさ、クバクラもめちゃめちゃ気になる。すごい可愛くは見えるけど、あの口が裂けてるのが3つ並んでるのちょっと気持ち悪くない。じゃあこの音符を叩いてみようか。特に何もない。これ帰れんくね。帰れんって。いや、僕ならいけるさ。バッファージャンプをこなす僕を見てて。やっほほほ。で、上のキノコが、いや、土管入っててみようか。土管入れねえ。うわ、あのキノコは取らなくちゃいけないんじゃない。こっちのキノコ取れねえさ。いや、あのキノコ帰ってくるでしょ。俺のキノコどこやった。だいたいね、キノコの出てくる位置もおかしかったのよ。この辺に出てこなかった。おかしいおかしい、そこ土管の出口じゃねえって。間違えてるって右の方だろ。まあフラワー取ったところでだよな。どうせチビにならなくちゃ先に進めない。で、まるまる、今日はまる晴らしてくんなよ。いい調子みたいだ。そして僕もいい調子みたいだ。フェザー、ゴッドフェザー。これで僕は世界に羽ばたく準備はできたみたいだ。さあ、ブロックを壊していこうか。壊れないのか。上のブロックも壊れないのか。ならハテナブロックを叩いてみよう。こいつはなんだ。コイン。
なら右のオンオフをして左の土管に入ると、そういうことみたいですね。ほうだよ、誰もしてくんだよ。だが俺は見逃さなきゃって、ここにピー風船が出てきたっていうのかな。だからオンオフをした瞬間にすぐにピー風船を取ってみようか。これでいいんじゃない。でオンオフをしたから、これで土管に入られた。よしよしよし。いや上の土管か、あこっち入れば。やっぱり上の土管に入る必要がある。こっちだろ。やった、ジューカー、ジュー、ウキョ、きた、きた、よっほほほほほ。さあグマクラ行こうじゃないか。なになにコロコロしてんだよ。こっちの土管は両方入れはしない。一旦上まで行ってみる。うん、上は行けないのか。これはスピンジャンプだ。お前スピンせよ。いや、いいんじゃない、いいんじゃない。うん、さっさ行こうか。いらんて、復帰地点から罠変えるのやめろって。じゃあどうすりゃいいのよ。俺のグマクラどこやった。返せ、返せ。帰ってくるじゃん、グマクラちゃん。ありがとうね。で、さっきはスピンジャンプミスってしまったけど、これでよかったんじゃない。で、このペラペラを壊して進むと思ったけど、下に50コインがある。絶対にあっちの方行かねえかぞ。まあ罠だって大体分かってましたよ。これ全部隠しブロックある。こっちはあるで。みんな僕読めたね。多分このコースはゴール前にワープ系のバグが来ると思うよ。で、中間戻しがありますみたいな。で、このメトを叩いて、多分スターかなんか出てくると思うんだよな。メッター!このメトはどこでかわせばいい。この辺でジャンプか。よーし。あ、このメトいるかもしんね。持っていこうか。っていうか、フラワーなんだな。じゃあここはチビにならなくちゃいけない。メト生き返るんだよ。よーしよしよし。絶対メト必要になってくると思うけど、ヒントして、あの土管の前で待てっていうことかな。うわ、なんか嫌な予感がする。死にたいけか。チェックポイント戻しでもなさそうだな。え、これ何。いや意外と合ってんじゃない、こっち。ヒント、 CB1。 うわマジかよ。この土管入ったら CB1 みたいな土管に入れねえし。 JK やったどれだか考えろ。分かったよ。土管の前で待ってたらブラパたちのところにブロックがあるじゃん。そこのブロックが壊れますみたいな。やっぱそうだよな。あゴールを見つけたぞ。これでもうゴールは俺のもんさ。急いで行こうか。早めに右、早め。どこへ行った。これでもうゴールは俺のもんさ。見てろ、早めに右、早め右、早め右。よーし、お前行きたいんだよ。あっぷちゃ。いや、あのベッドにやられた方が面白かったのかもしんないね。でもそれはそれでわざとらしいってめっちゃ言われるもんだ。まあ無事クリアできました。最高のドロールコースありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。はてな、説明文に何これ。だけなんですよ。これさ、制作者の方じゃないんだけどメッセージをいただいたんですよね。このコース面白いものが見れるからぜひやってみてはいかがですかって。いや、そんな言われたら気になっちゃうよね。クリア率が高いから早めには終わると思うんだけど、まあネタコースなんじゃないかな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 28.97%。 面白いってどう面白いんだろうな。まあ私ゲラゲーム実況者ですからね、大体のことは笑ってしまいますよ。さあ一回もダメージを受けないでゴール。じゃあこの USA を取って、え、なになにこのクリボン、え、このクリボン乗っていけってか。お前ちゃん、いや、はやこのクリボン乗ってったらゴールみたいな、そんな感じ。いや、めちゃめちゃ簡単なんだけど、これバグじゃないの。よく見つけたな、こんなの。ヘラヘラすんな。このコースの実況は半分以上は笑ってばっかりなんじゃないか。すいませんね、いつもこんなんで。いや、でも本当に面白いコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございます。